焼きそばエクスプレス号焼きそばエクスプレス号、かぐや姫エクスプレス号焼きそばエクスプレスとは、東京駅東名富士、富士宮駅、旧加村、富士間を運行する高速バスの愛称である。本校では、東京駅東名富士、富士駅、高岡車庫間を運行する、かぐや姫エクスプレス、および、深夜便のミッドナイト富士についても記述する。焼きそばエクスプレス、 かぐや姫エクスプレスともに、東京都千代田区の東京駅から、首都高速道路、東名高速道路を走り、静岡県富士市の東名富士を経由する。東名富士から、富士駅、富士宮駅へは3ルートに分かれる。富士 IC から、西富士道路へ入り北進、小泉インターチェンジより、国道139号を精神し、富士宮駅へ向かう。この場合高岡車庫は経由しない。 なお、以前設定されていたジャスコ富士宮へ停車する便は、ミノ線を二度またいでいた。現在は、富士宮駅発車後そのまま富士宮営業所まで、北上する。富士 IC から精神し、国道139号へ入る。途中高岡車庫に立ち寄りながら北上し、富士宮駅へ向かう。この場合富士宮市役所は経由しない。富士 IC から南下昭和通りや新富士駅。 富士駅と富士市内の停留所を巡回する。その後富士駅から再度北上し通称二科線に入り、高岡車湖へ向かう。ミッドナイト富士は、東名富士から新富士駅に直行する。なお、現在は現場で、焼きそばエクスプレスの名称が用いられることは、ほとんどなく、車体の行き先表示器や車内放送、乗車券、乗り場の案内表示などでは、富士。 富士宮号の名称が用いられている。2015年4月1日現在、定期便1日11往復、季節運行便1日1往復の運行。JR バス関東が GC と装備車で運行されていた頃、ありがとうございます。